鳥居拝殿と本殿マスク神社は、鹿児島県熊毛郡薬島町にある神社。式内社で、旧社格は、県社。演起式神明帳に記載された神社のうち最も、南に位置する。現在は、役と読むが、かつては、マスク比、福比と読んだ。旧称は、スキウヒノミヤ、ひと品帽主大言言。主催人廃止神元々は、 薬島中央部の三宅の神を祀ったものと考えられ、かつては、島内各地に三宅の養拝所があった。明治維新までは、旧村18箇所に村落名を冠したマスク神社があったが、現在は、宮の浦の当社を除けば原集落にある原マスク神社のみとなっている。また、宮の浦だけの山頂には当社の奥社がある。創建の由緒は不詳。日本初期、 除名天皇元年4月1日の上には、田辺蓮を駅急に使わしたとの記事がある。日本初期、天武天皇8年11月23日の上にある、種ヶ島へ死者を使わした記述と比べ、薬師前の死者が50年も早いことから、薬島が南海航路の目標として重要だったことを裏付けているのではないかと考えられている。さらに,俗に、俗日本記。 天平商法6年2月20日の上では、猿天平7年に、高橋蓮牛会を南東に使わし、東名、港、遊水地などを記したパイを建てさせて、検討視線の漂着に備えさせたと記述されており、当社の別名、救いは、マスクの旧の字の句を誤ったものとの見方がある。一方で、このパイすなわち無用尽くしの、尽くしがなまったもので、当社の機能的由来をよく表した子だという。 式内社調査報告の説もある。8世紀から9世紀初頭にかけて薬島と種ヶ島が種国であった時代は当社がその一宮であったと伝えられる。延長5年成立の演技式新名庁では大隅国語無軍にマスク神社と記載されたが、これが当社の文献上における所見と言われている。これにより、庁舎に列し、また最も南にある式内社となった。 戦国時代、薬島は種ヶ島市の所領となったが、種ヶ島市は北家州を重視したことから、当社は推微し、所在も不明となった。薬島の宗教は立州であったが、文明元年頃には北家州になったという。また、八重岳が振動し、手図の怪異が起こったことから長京2年に、日増という僧が来頭し、三岳に登って、 法令を治めて沈めたことがあり、北家宗と三宅信仰に対立があったのだろうと推察されている。江戸時代に入ると薬島は薩摩藩領となったが、状況元年に裁領として赴任した薩摩藩士、町田孫七田ただはマスク神社の後輩を聞いて、それを嘆き、神社の跡地を探し出して、翌状況を2年現在地に社殿を再建した。この時、古希もすでに失われ、 祭神は日々でみ、孫以外は何であったか不明になっていたので、日々でみ、孫、秘首より孫、恵比須神を主祭神とし、脇殿に、現在の廃止神を祀ったとされる。文久三年にも薩摩藩直営で社殿を造営し、神領五十国を献じたという。明治四年に主祭神のうち秘首より孫、恵比須神を、他の神社へ分子し、現在の祭神となった。 第二次世界大戦中の昭和20年7月15日、アメリカ軍の爆撃により、社殿が消失した。再建の費用年出のため、境内地の一部と境内の杉約2000本を開脚し、昭和29年に現在の社殿を建立している。薬島では、春秋の悲願になると、村落ごとに若者を中心とした一団が、お竹に登山し、尺投げの枝をお土産として、 里に持って帰る風習がある。村落ごとに登る山は違うが、いずれに西洋島中心部の標高1800メートルを超える山岳地帯へ行くには2から3日を要するため、代表者が山へ登った。留守の者たちは、前竹まで登って、代表の者たちを出迎えるか、もうでしょというゆら廃所に出迎え、そこで神霊の乗った尺投げの枝をもらい、各家の床の間に飾った。 しかし昭和も終わり頃になると自然保護の観点から尺投げを持ち帰ることは廃れていった。所在地、ありがとうございます。